チンチンこそ友達です。こんにちはるです。お願いします。お願いします。ということで、本日はなんかルン君がモテたいらしいです。いや、違う。なんかもう別れたのかな。違う、本当に。別れたらしいんで、なんかモテたいらしいんですね。違う。で、なんか今日は、ダメ、モテるパスタをなんか作るらしくて、ね。あ、まあ、そう、だからもう本当に、もう、秒読みというか、次の恋愛が違うかなっていうところではあるんですけど、ね、ちょっとなかなかね、複雑な感じでありますけど、まあこれを作ればまあモテるんじゃねえかということで、はい、まあ女の子とか、まあ男でもなどっちでもいいけど、モテるためのパスタを作るそうです、るんくんが。あ、まあ、そう、まあ、間違ってないんだけど、別に別れる予定とかもない。じゃあ下心パスタ作っていきましょう。はい、じゃあやります。で、何を作っていくかというと、下心満載のパスタ。間違ってはないかもしれないんだけど、間違ってないでもモテたいと思って作ってるじゃん、もう名前が、まあでも今回作るのはパスタの中でもあんまり普通家で作んないような、ジェノベーゼパスタ。あ、ジェノベーゼね。そう、自家製ジェノベーゼパスタ作るんですけど、まあ材料こんな感じでやるんですが、冷蔵庫にバジル冷やしてあるんですが、こちら、そうバージル使ってやっていきます。はい、じゃあまずね、めちゃくちゃね、言うても簡単なんですよ。ジェノベーゼ美味しいよね。マジで美味しい。結構ね、ハーブ系っていうのはね、なかなか難しいイメージがあるんですが、意外と作ってみちゃうと簡単なんで、ぜひ、とりあえずね、これ水にさらして軽く水気切ってあって、バジル結構高い温度に弱いんで、すぐね、変色しちゃうんで、直前まで冷蔵庫入れときました。で、極力ちょっとね、簡単にやろうと思うんですけど、本来これをちょっとミキサーにね、かけるんですよ。なんですが、モテたい人の家にね、必ずしもバジルがあるとは限らないと僕は思いました。バジルを怠るやつがモテようとするな。なんですけど、まあ、ミキサーじゃなくて今回は、これこのまま切ります。これを包丁で細かくしていきましょう。ミキサーを使わずとも作れるジェノベーゼパスタ。ミキサーある人はミキサー使った方がいいかも。使わなくてもいいよってとこ見せたい。OK! 細かくなったらボウルに移します。はい。で、あとニンニクをちょっとみじん切り、潰して、粗みじん切り。OK! はい。で、そしたらジェノベーゼソース作るんですが、ここに、オリーブオイル 50cc ぐらい、今回はまあ大体1人前かな。ここにお塩一つまみで OK で、コンソメを小さじ3分の1ぐらいで OK で、胡椒で混ぜる。で、なんとこれでモテジェノベーゼパスタソース完成です。で、これ冷蔵庫でちょっと冷やしときます。ちょっとね、すぐ変色しちゃうんで。はい、じゃあパスタね、茹でときます。今回 80g ですね、1人前。お塩ちょっと入れて、で、パスタ規定通りの時間茹でます。はい、じゃあその間にフライパンちょっと強火で火をつけて、今回ミックスナッツを使います。結構松の実とかね、使う人多いんだけど、簡単にミックスナッツで適量、じゃあお好みでいいです。軽く煎る。軽くで OK。 そしたらちょっと弱火にして、オリーブオイル少々で、先ほどのニンニクを入れて香りを出します。で、いい感じの香り出てきたぐらいで、パスタ茹で上がったんで、もうぶち込みます。もう湯切りせずそのまま。で、パスタの茹で汁も、まあ、大さじ3ぐらい入れます。はい、で、火を止めて、このタイミングで先ほどのジェノベーゼソースを入れる。すぐ混ぜる。で、ちょっと味見してください。あ、うまっ。はい、そしたら盛り付けるよ。盛ります。
ねじるように盛るとモテます、多分。で、周りにナッツ、納税のアイス届いたからちょっと食べるわ。待って、何を言うとる。あとは粉チーズ、こっちの方がモテそうじゃない、家にあったら。ねえ、こっち出した方がモテるっしょ、これ喧嘩だし。ねえ、どう思う？どう思う？胡椒。はい、ということでこんな感じでモテるジェノベーゼパスタ完成でございます。まあ、味はもちろんなんですけど、結構こういうね感じでね、家で出てきたらめちゃくちゃテンション上がると思うんで、早速ねお味の方が肝心ということで食べていただこうと思います。できたよ。できたよ。ういはい、どうぞ。わーい、いただきます。すごい、緑ね、緑だ。目にいいですね。目にいい、確かに。いただきます。クロマキーで抜けそう。いただきます。おいしい。えい、いいね、ミックスナッツも。そう、ミックスナッツがうんいいんですよ、これおしゃれ感出てるね。いただきます。うんうん、おいしい。うんうん、でもやっぱモテたいんだったらあれじゃない、うん、どんぐりとかじゃない。幼稚園児にモテるってこと、それは。やっぱちょっと普通すぎるんじゃない、ナッツだと。やっぱどんぐりぐらい。話は変わるんですが、やっぱり男性よりも女性の方が結構ハーブ系って好きな、そうなの、イメージがある。なんかやっぱお店とかで出せた印象的に、ああ注文的な感じで。そうそうそう、男はなんかどちらかというとガッツリ系が多いみたいな感じ。そうそうそう、やっぱ女性は結構、確かにあったりしてるしな、やっぱ香りがいいものとか結構好きだから。うんうんうん、かこれこそやっぱりね、カルボナーラとかもめちゃくちゃいいけど、うん、ジェノベーゼ出すさ、男性ってさ、うん、結構嬉しくないかなって思うんだよね。嬉しくないから、うん、うまい。うん、ちょっと惹かれるんじゃない。これ出したら、うん、逆に逆に、うん、逆にこれ出したら惹かれるんじゃない、うん、みたいな、ガチすぎみたいな。うん。なんかある程度仲良くなってきた段階で出したらいいよ。あー、うん、まあそうだね、それが正解だと思います。初手は気をつけてください、うん、初手は気をつけてください、うん、初手はスパスタだよな。初手はパスタ、うん、いや、素手スパスタ。あ、スパスタで、スパスタにゆかりふりかけてやっぱ食うのが一番。あー、そっからじゃん。そっからこう、ね、初手それでやっぱいかないとちょっと危ない。初手これ出しちゃったら、あー、危ないか、期待値がほとんどになっちゃうから。あ、すごい成長したんだね、ゆかりからっていう。どうぞ、ゆかりでもうこれが俺の限界っつって1週間後これ出したらもうめっちゃ練習したんだなって。こっから、こっからのこうだからもうやばい。ああ、確かに、うん、逆に弱いですから、女性は。あ、決めつけた。はいはい、もう炎上。はい、女性とは〇〇で。はいはい、もう一番炎上するやつ、ネットでカットカット、ここまでが血の流れです。何それ、知りません。彼その普段からそのはい、出ないです、出ないです。はい、ということで今回は、ルン君モテるパスタということでジェノベーゼパスタを作っていただきました、はい。まあ、シンプルにね、本当にうまい、うん、ただうまい、あ、まあ、うまい、ただうまいし、見た目もいいし、香りもいいしということで、うん、もう本当に素晴らしいパスタだと思うので皆さんもぜひ作ってみてはいかがでしょうか、うん、ということで本日の動画でございました。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。